結構怖い。ゆうすけ的ゲーム。はい、皆さんこんにちは。じゃじゃん。はい、ということで、今ハーベストの丘というところに来ています。あいにくの雨でございますが、なぜハーベストの丘に来たかというと、たまたまです。たまたま来ました。たまたまハーベストの丘に、痛い。そして喉が渇いたのでジュースを飲みたいと思いまして買ってきました。じゃじゃん、三つ扇サイダー。これサイダーは瓶ですよ。ラムネではなくサイダー。サイダーで瓶と。三つ扇、三つ屋じゃないです。三つ扇サイダーですから。はい、ということで開けていただきます。じゃじゃん。はい、はい、いい匂いしてます。いただきます。三つ扇サイダーの味がします。美味しいでございます。はい、三つ扇サイダーでございました。マジックハウスでございます。はい、ちょっと行きたいと思います。はい、ここはね、よくあるマジックハウスです。まっすぐ立ってるのに斜めになったり、ボールが下から上に行ったり、水が下から上に流れたりとするマジックハウスになってます。これ立つとね、なかなか面白い。下から上に流れてくる。はい、ということで、芝滑り。芝滑り。いいです、こういう芝滑り。未来でも明日だ。はい。やってみたいんですが、体重制限が子供用のためできなかった。すまん。これやりたい。このハーベストの丘はウエストゾーン、イーストゾーンと2つに分かれているんですが、それを行き来するのにこの吊り橋を渡ることもできます。この水槽ダンパーというのが揺れを抑えるね、水槽ダンパー。動物とか来るこのねゾーンに行くためには、この揺れる吊り橋を渡る。この日はね、結構人が少なかったので、そんなに揺れなかったですけど、たくさん人が歩くとかなり揺れると思います。結構怖い。まあ、あいにくの雨ということもあってですね、まあ、牛さんとか亀さんとかそういうウサギさんとかいるんですけど、他のあんまり馬とかそういう他の動物はあんまり表に出てなかったんですね。これはちょっと残念でしたね。ウエストゾーン、イーストゾーンをね、この列車式バスみたいなので利用できるんですが、ここで誰もいないから止まってくれるかなと思ったら、全然止まってくれなくて素通りされると思う。ふわーっとか言って、ふわーっとか言って、止まってくれよ。まあ、というわけでハーベストの丘、ちょっと雨でね、残念な天気でしたが、まあ、うろうろとするにはちょっといいかなと、散歩がてらに行ってみてはどうでしょうか。ということで皆さん、さようなら。はい、ゆうすけ的電気ではチャンネル登録、コメント、高評価、どんどん募集しております。どんどん書き込んでください。それから、アメブロ、ツイッター、フェイスブック、ツイキャス、すべて含めてゆうすけ的電気よろしくお願いいたします。それでは皆さん、さようなら。